ですね、ちょっと早起きをして KCC ファーマーズマーケットにやってきました。すごい、ご覧の通りにぎわっています。はい、実はここに来るのは初めてなんですけれども、まあちょっと朝ごはんも兼ねていろいろ買ってみたいと思います。ではアサイボウルのお店、すごい行列ですね。ジュース屋さんです。これは野菜を売っています。アボカドを売ってますが、変わった形をしています。1個買ってきたいと思います。大根とカブもあります。ケールですね。ではバジル、ハーブもいっぱい売ってます。ファーマーズマーケットちらっと見たんですけれども、まあ、野菜を少し買って、でも子供たちがですね、朝ごはん食べたいってすごくテンションが低いので、早速移動したいと思います。はい、ということでファーマーズマーケットの近くのカフェですね、モーリーズカフェというところにやってきました。こちらで、まあ、ブランチですかね、10時ぐらいなのでブランチをいただきたいなと思います。結構にぎわってます。私のアサイボウルが来ました。あっという間にフルーツが取られてこうなりました。続いてですね、ご紹介したいおすすめのカフェは定番なんですけれども、アイランドヴィンテージコーヒーです。で今日あのワイキキを散策しに来てるんですけれども、やっぱり途中で息子たちがすぐに、まあ、疲れてしまうので、そういった時にすごく重宝するカフェですね。ロイヤルハワイアンの中にあって、雰囲気もいいですね。アイランドヴィンテージコーヒー自体は東京なんかにも、まあ、いくつかあると思うんですけども、まあ、東京で行くことはほとんどやっぱりなくって、ハワイに来たら行きたくなるカフェの一つかなと思います。アサイボウルが有名だと思うんですけども、ポケも美味しくて、まあ、私の一押しはポケですね。はい、早速海苔を食べられてます。美味しい。このポケもついてくるライスが雑穀米なので、すごく、まあ、私好みですね。うん、はい、ということで帰宅してきました。本当はあのバタバタで、まあ、結局子供たちのペースに合わせるっていう感じなので、ファーマーズマーケットも本当はコーヒーとかもっとじっくり見たかったんですけれども、もう野菜を買って終了っていう感じでしたね。で今日は玉ねぎと、もうちょっと変わった形のアボカドと人参、あとはケールを買いました。まあ少し食料の足しにはなったかなと思います。で今ですね、私は、まあ、コーヒーを入れてほっと一息っていうところなんですけれども、息子たちがもう早速プールに行きたいということで、もうこれからまたパタパタと準備をしつつプールに行きたいなと思います。はい、今プールサイドにいます。まあ私はプールは入らないんですけれども、大体ですね、まあ、こんな感じで
仕事とか、まあ、いろいろやることやりつつ息子たちの様子を見ています。はい、ということで今ですね5時前でまだ明るい時間なんですけれども、そろそろ夕食を作っていきたいなと思います。今日はですね、私がよく作るチキンスープを作ろうと思うんですけれども、まあ、本当に簡単で、チキン、こちらはもも肉ですね。あとは玉ねぎ、にんにく、パプリカ、ファーマーズマーケットで買った人参、このあたりを、まあ、一つの鍋に入れて煮るというような感じです。はい、ということでチキンスープが完成しました。まあ、日本では圧力鍋で作ることが多いんですけれども、簡単にできるスープですし、まあ、今日はこのまま食べるんですけれども、トマト缶を加えたりだとか生クリームを加えたりだとか、あとはカレーのルーを入れるとカレーにもなるので、いろいろアレンジが効いてすごく重宝するおすすめメニューです。今日はですね、これ以外に魚のムニエルやサラダをおかずにして食べたいなと思います。はい、ということで夜ご飯が終わりまして、で、片付けも今終わったという状態です。で、今がだいたい8時ぐらいですかね。これから、子供たちとお風呂に入ってそのまま寝かしつけに入ります。まあ、だいたい妊娠前から同じような生活なんですけれども、やっぱり最近はお腹が出てきて、かなり、まあ、家事だとか寝かしつけなんかも大変という状況ではあります。ということで今日の Vlog はこれで終わりです。おやすみなさーい。